ヘゴとは、ヘゴ科の常緑性黄行の木製詩だである。湿度の高い林柱を好む。茎は高さ4メートル、基部の小道は50センチに達し、稀に枝分かれする。茎の上部には、長さ2メートルを越す葉が開けでする。傭兵は、葉神より短く、紫褐色で差しが密生し、暗褐色の変炎に、差しのある輪片をつける。傭神は2回以上に分裂。 長雨辺は宇上に、侵列し、地面に薄い包み膜で覆われた、放子能群を多数つける。紀伊半島南部や八丈島を北限とし、四国、九州南部、薬島より南でよく見かけられる。また、小笠原諸島にも分布する。ただし、紀伊半島や四国では、せいぜいが、ベニシナ程度の大きさで、木星になるまで成長した個体は見られていない。平後時勢北限地帯として、 東京都八丈島八丈町が国の天然記念物に指定されている。日本には本種の他に6種の禁煙種がある。南西諸島の日陰ヘゴは、大行で、高さ7メートルに達し、ヘゴと異なり包み膜がなく、臨辺に差しがない。小笠原諸島に産する丸チは、この禁煙種で、いずれも亜熱帯の指標植物であることから、大型温室には、好んで採植される。 伊半島が北限の草丸蜂は、ヘゴ科の中で最も北に分布する大型種で、根茎は直立せず射上する。ヘゴ科の茎は、樹木の幹と異なり肥大成長をしないが、茎から出る、無数の不定根に厚く覆われ、規部が太くなる。この不定根の層は、湿度と空気等を適度に保持するため、着生の卵や、シダ類の栽培に適し、ヘゴイとして市販される。 東南アジアや中南米では、茎や根塊を彫刻して、土産品とする。全米状に伸びた新芽は、山菜として利用されることもある。また、茎は澱粉を多量に含むため、かつてはニュージーランドを、はじめ多くの地域で、原住民がこれを食用としていた。なお、ヘゴカ全般は、ワシントン条約付属書通に掲載されており、土産物も含めて、その輸出にるには、 注意が必要である。ありがとうございます。